どうも、サボリです。アリ日記。最近ようやく涼しくなってきました。今まで調子悪くて冬眠状態だったんですけど、少し活動してきました。やっと調子も上がってきたかなって感じします。今27度。涼しくなっても27度。まだ結構暖かいです。ただアリにとっては一番いい時かな。黒山アリのコロニーなんですけど、子育てが始まってたんですよ。卵を産んでるかどうかはちょっとわかんないです。ただ幼虫たちが育って眉になっています。いますよね。眉が確認できます。1ヶ月前はこんな感じじゃなかったです。確認はできてなかったんですけど、卵とかがあったんですね。女王の部屋はもともと動きがないんですよ。囲んでるのが多分幼虫たちを囲んでます。しばらくすると育って繭になりますね。ただやっぱりね、卵産んでるかどうかはちょっとわかんないです。これらの繭は今年中に生まれると思います。こっちの子育てしてるやつは順調にいけば今年生まれるんですけど、もしかして年を越すかもしれません。また途中で止まるかもしれませんね。ただやっぱり全体的に活動はあんまりされてません。これはね、以前つなげてた巣から持ち込んだ根っこみたいなカビかな、この巣だけがあるんですよ。他の巣には見当たりません。一緒にくっついてきちゃった。つなげた時に至る所に入り込んでる。アリンコ飼うのは部屋の空調が整ってないとやっぱり難しいです。エアコンがない部屋は夏場必ず調子崩しています。そしてね、こっちのやつ、こっちは子育てしてるかどうかはちょっと確認できません。卵もあるかどうか分かんないです。もうガラス面が汚れてきたんですよ。観察しづらくなってます。たくさん固まってる。分かんないぐらいに固まってます。やっぱりあれかな、幼虫とか見当たりませんね。多分一番固まってるところに女王アリがいると思います。ちょっと確認できません。分からない。ここら辺は苔ですね。あれにとっては多分問題ないと思います。そして今年採取した黒山です。働きアリが1匹死んじゃいました。今2匹。確認しづらいんですけど眉があるんですよ。ここですね。あと1匹生まれます。卵と幼虫もあったんですけど、ちょっと見当たりません。食べちゃったかもしれませんね。働きアリのに、あ、ちょっと振動を与えちゃうとやばいですね。ストレスで。この働きアリ2匹が死んじゃうと絶滅しちゃうんですよ。このままじゃちょっと危険な状態かもしれません。これはまずまずですね。これはまずまず。今年中に30匹か50匹ぐらいは増えそうな感じがします。そしてこっち、ネットで買ったやつ、女王アリが3匹いるんですよ。そして種を食べる珍しいやつ、動きは黒山アリに比べてあんまりない感じがします。いっぱい増えたらどうなのか、
それはちょっと分かんないんですけど、今のところ活動はあんまりないです。多分この塊の中に卵とか幼虫がたくさんあるんじゃないかな。まずまずです。そしてこれ、これも子育てが始まった感じです。成長しました。卵がないと思ってたんですけど、隠れてあったんですね。ただ現在卵を産んでるかどうかは分かりません。女王の部屋はこっちかな。あ、ちょ、お前振動与えすぎた。振動与えすぎちゃった、ごめん。卵ないな、やっぱり。卵産んでるかどうかちょっと分かんないですね。特にこのアリは振動に敏感なんですね。明るさよりも振動を嫌う。あ、卵ある。あ、うん、卵顔抱えてた。もしかして卵を産んでるかもしれません。やっぱり今までが暑すぎました。涼しくなっても27度ですから。以上、涼しくなって少し調子を戻してきました。ありがとうございました。夏は鬼門だな。うん、来年クーラーしなきゃダメだな。うん、稼ぎが